モグラは羽村に使われる裏社会の殺し屋であった。その背後に潜む脅威が八神と海藤に松金との決別を迫り、二人は後戻りのできない道へ足を踏み出していく。やがて黒幕として浮かび上がったその名はアドテック9開発者の一人、ショーの幼児だった。火の手が上がっているのは通称チャンピオン街といわれる一角。地下に隠されていた違法な賭場から数回にわたって爆発がありました。これがなんと手榴弾によるものだったというのです。しかし現場に警察や消防が駆けつけた時にはすでにもぬけの殻でした。暴力団同士の抗争が記憶に新しいカムロ町で一体何が始まろうとしているのか。なんか昨夜は大変だったんですね。敵もなかなか必死でさ、それでも久々に羽村の顔が拝めた。で、羽村の黒幕は庄野だったってことなんですよね。センター長の気度でなく。羽村がそういう顔してたからな。それってどういう顔ですか。うるせえな、他に言いようがないんだよ。まあまだまだそんな感じですよね。なんだよ嫌味か。まさか。僕は何か助けになれればと思って会いに来たんですよ。助けって？アドデック9に詳しい人を見つけたんです。この先事件を追うなら僕らもよく知っておかないと。とはいえ科学論文なんか僕らが見てもよくわかんないですよね。ああ、そこをわかりやすく解説してくれるって人がいて。へえ、そんなのよく見つけたな。ただ怒らないでくださいね。なんで？実はその人服部さんなんです。例の雑誌記者。は？服部さんはアドデック9の記事も書いてるし、何人も専門家に取材したとかで相当詳しいみたいです。だからってあんなやつに冗談じゃないよ。でも八神さんが是非にということなら教えて差し上げるって。いや、じゃあもう別にいいんじゃないか、今さら論文の内容なんて。八神さん。なんだよ。もしかしたら重要な情報があるかもしれないじゃないですか。せっかくの機会を無駄にしないでください。こっちからあいつに借り作るってのがな服部さん、今日は九州一番星ってラーメン屋にいますから、お店を取材中だそうで。いいですね、お願いしましたよ。服部には俺一人で会うのか。ええ、服部さんも別に僕が付き添う必要もない。まあほら、九州一番星にお昼。しばらく寝とけって。
いい加減にしろよ。またな。やめとけ。しばらく寝とけっての。またな。服部さん。ああ、これはどうも八神さん。あんた、もしかして記事の写真スマホで撮ってる？ええ、十分高画質ですからね。いけませんか？いや、別に。グルメレポーターにでもなるの？私は興味があることは何でも徹底的に取材する主義なので。まだ結構かかるのか？こっちの用は分かってんだろ？すぐ終わりますよ。これで終わりました。どうもわざわざご足労いただきまして。不思議なもんです。あなたと差し向かいでラーメンとは。まさかこんな日が来るなんてね。そういうのいいから。落ち着きませんね、八神さん。あんた今も梶平の会長とはやり取りを？やり取りってほどのことは。向こうが呼びたい時に私を呼びつけるだけです。まあ記者としては仲良くしときたい相手ですしね。せいぜい利用させてもらいます。へえ。八神さんとも仲良くやりたいんですよ。だってほら、この間殺された新谷先生、あなたが第一発見者だったとか。今日はアドデックナインを解説してくれるんじゃなかったか？でなきゃあんたといる理由はないな。わかりましたよ。じゃあ今日は一つ貸しってことで。一般的に新薬の開発というのは、まずその病気に効く化合物を見つけることから始まります。それが新薬の候補になるわけです。うん。その効果を動物実験で試し、パスすればようやく臨床試験。臨床試験というのは要するに人体実験のことですね。そうやって何年も、いや場合によってはもっと長い時間をかけて効果や安全性を確認し、新薬として製品化されます。どえらく大変なのはわかるよ。さて、これまでのアルツハイマー治療薬はあくまで病状の進行を遅らせるものです。完治させるものは一つとしてありません。しかし木戸博士のアドデックナインはマウス実験で目覚ましい効果を上げたんです。もしそれが人体にも有効なら、人類はアルツハイマーを治すことができる。
1年前の論文はつまりそういう内容だったわけです。なるほどね。八神さん、今日本では80歳を過ぎると4人に1人は認知症です。例えば50代の夫婦がいたら、それぞれの両親4人のうち1人が発症する計算です。さらにその30年後、自分か配偶者が認知症になっている確率は2つに1つ。認知症は誰にとっても人ごとではありません。いずれ自分にそれと疑わしい症状が出たら、私ならすぐ診察を受けますね。中にはうまく病状の進行を抑えながら仕事を続けている人もいます。認知症は恐れるのではなく備えるべき病気です。その時一番の敵は社会の無理解と無関心でしょうね。今のあなたのように。分かったよ。ではまず八神さんにはアルツハイマーの概要を知っていただきますが、聞く気ありますか？接触性復活障害。他に選択肢はないんだろう？結構。じゃあ始めますね。前提として認知症にはいくつかタイプがありますが、その7割が普段のアルツハイマー病です。脳にアミロイド β というタンパク質が蓄積することで発症すると言われています。すると神経細胞が死滅し、徐々に脳が萎縮してしまう。つまり頭の中にたまるカスみたいなのが脳を縮ませるってこと？かなりざっくり言えばですがね。ただそれさえ仮説の域を出ません。アルツハイマーにはまだわからないことが多いので。脳が縮むとどうなる？記憶に支障が出ます。そもそも記憶には明記、貯蔵、検索というプロセスがありますが、この最初の手順である明記ができなくなる。新しいことが覚えづらくなるんです。一つ私が印象的に思った例を挙げましょうか。ある認知症患者に日付を聞いたとき、今日は何月何日と正しい答えが返ってきました。ところが今が西暦何年かと聞くと、1952年からなど何十年も前の年を答えることがあるそうです。認知症ではそういった記憶の混濁が見られるというわけで。大体理解できた。そうですか。じゃあそのアルツハイマーにアドデック9はどう効くんだ？ええ、論文によると、実験マウスに投与されたアドデック9はオートファジーと呼ばれる細胞の自食作用を引き起こします。自食作用？自分のタンパク質を自分で分解する作用。自分を食べると書いて自食です。その作用で脳にたまるタンパク質であるアミロイド β が瞬時に分解されるんです。瞬時に？ええ、そのアミロイド β が消えた結果、マウスのアルツハイマーは完全に進行しなくなりました。しかも驚いたことに、死滅していたはずの脳細胞が一部機能を回復したんです。ある科学者はそれをまるで脳の非常電源が入ったようだと言いました。もしこの作用を人体に対しても起こせたら、アルツハイマーを治せる。そうです。患者は世界に数千万人、今も着々と増え続けています。アドデック9が完成すれば、間違いなく莫大な利益を生むでしょうね。売る方にも買う方にもまさに夢の薬です。本当にそれは夢の薬なのか？話がうますぎるってことは？はい。例えば
創薬センターの副所長は何かアドデック内に欠陥があると疑ってた。それを嗅ぎ回った結果、秘密を守る誰かに殺された。行きずりの喧嘩に見せかけて。秘密というとどんな？データの捏造とか薬の効果をでっち上げてたとか。そういうことなら見当違いですね。ん？なんで？アドデック9は論文発表後マウスで何度も検証されていますし、それを裏付けるデータも揃っています。捏造なんてありえません。あの新薬はすでに科学的に証明された存在なんです。確かなのか？確かです。むしろ私は論文に多少のアラがあってもどんどん開発を進めるべきだと思いますね。認知症治療薬は世界中で開発が進められています。もしよそに先を越されたら国家的な損失ですから。木戸さんは慎重すぎますよ。いつまでも動物実験してる場合じゃありません。すぐにでも臨床試験に入っていい。臨床試験っていうのはつまり人体実験です。人体実験、まさか。どうしました？いや、じゃあアドデック9には本当に何も問題ないのか？そうですね、これは強いて言えばの話ですけど。ん？アドデック9の論文は筆頭著者が木戸さんとされています。まあ実は論文に箔をつけるために名前を貸しただけみたいですね。研究の実質的なキーマンは別にいて、ほら、あなたもご存知の小野という研究員です。黒幕は小野だ。アドデック9は木戸じゃなく小野が作った。そのようですね。まあ単なる研究員の論文では誰にも注目されません。だからその道の権威の名前で発表される方が体裁も良い。でもよく聞く話ですよ。大した問題じゃありません。小野陽次、またあんたの名前が出てきたな。よう、帰ったか。お帰りなさい。なんだ、みんな揃ってんのか。服部さんとの話どうでした？役に立ちました？まあ、多分。何？じゃあ結局アドデック9には何も問題なかったわけ？服部の話だとね。でも木戸が名前だけのお飾りだったっていうのは初耳です。そうなるとやっぱり小野の方に何かあるんですかね？どうだろうな。ただそれより俺は服部と話してて一つ気になる言葉があった。なんだよ？人体実験。それが？アドデック9はこれから人体実験に入る段階らしい。
人体実験か。なんか連想しちゃうね。目をえぐられた死体とか。アホか。で、その人体実験がどう気になるの？いや、だからモグラの殺しがさ、アドデッグナインの例えば極秘の人体実験だったとしたらどうかなって。お前までマジで言ってんのか？仮にモグラの黒幕がショウノだとして。だとしてショウノが殺し屋に何人も殺しを頼んだってのか？やっぱおかしいか。もし人体実験だとしても、認知症の新薬試すのにわざわざ人を殺しますかね。ウイルス兵器じゃあるまいし。そこはほら、未知のものすごい副作用があったとか。殺したかったわけじゃなくて死なせちゃったんだよ。でも実験マウスが全然平気なんですよ。なのにいきなり人を死なせちゃうなんて。まさか。そのまさかが起きたんだとしたら、じゃあアドデックナインはマウスに無害で人間には猛毒だったってことですか？ああ。だからその副作用をなくすために何人も実験する必要がある。それで教令会の連中を何人も殺してたとか。待った。そもそも薬の実験ならその病気の患者に試さねえか？モグラがやった奴らは別にアルツハイマーじゃなかったろ。そうだな。いえ、新薬の臨床試験は健康な人にもやるそうです。薬が人体に安全か確かめるために。最終的にはそうかもしんねえけど、やっぱ最初は患者からだろ。でもさ、勘弁しろよ。ちっとは話真面目に進めようぜ。みんな真面目に話してますよ。人体実験がどうのこうの真面目に話せねえっつってんだ、アホが。アホ？全ての可能性をちゃんと考察しない人の方がアホですよ。おお、そうかい。じゃああのセンターで殺されたワクってじいさんも人体実験だったのかもな。へっ。ん？なんだよ。八神さんが昔弁護した創薬センターの事件。あの時殺されたワクさんは確かアルツハイマーだったよね。それ当たりじゃないですか？ん？あの事件の被害者はワクっていうアルツハイマー病の患者だった。でも大久保新平は無罪になって、結局今も誰が何のためにワクを殺したかは分かってない。まあ落ち着けって。それ3年前の事件だろ。そんな前からアドデックナインがあったっけか？確かにアドデックナインの論文発表は1年前ですね。でも当然研究はそのずっと前から始まってたはずです。ん？え？ってことはマジかこれ。まだ何とも言えませんけど、この話もう少し掘り下げてみません？もし3年前の事件が人体スキャンダルどころの話じゃないよ。さっきの人体実験説、もう少し話し合いたいです。続けてもいいですか？ああ、もちろん。ショウノが3年前に人体実験をやったとして、なんで急にそんなことしたんですかね。本来なら臨床試験に入る前にもっと安全性を確認するでしょうし、ショウノの動機は何だったんです？
やっぱり画期的な新薬を早く人の体で試したかった。うまくいけば世界を救うって新薬だ。それでも正式な手順を踏んで臨床試験をやるまでには時間がかかる。下手したら何年も。そっか。でも小野のそばには認知症の患者がたくさんいて、ちょっとくらいの実験ならまずバレないでしょうし、逆にうまくいったら万々歳です。それですぐにでも世界を救えるなら、多少危険を冒してでも。でもその結果、小野はまさかの副作用で患者を死なせてしまった。3年前の事件についてはやっぱりそれによる事故だった気がするな。なるほど。ただし今は危険を承知で人体実験を続けている。モグラを使って。まだ仮説の段階だけど、今のところ筋は通ってるよな。さっきの八神さんの仮説でいくと、じゃあ大久保って本当に無実だったの？でもあいつその後恋人殺したよね。だから死刑なんでしょ。よせ杉浦、その話はまた後だ。ふん。今までの話をまとめると、まず3年前、ショーノがアドテック9の実験中に事故で患者を死なせてしまった。ところがその人体実験は今も続いてて、だからハムラやモグラが凶霊界の人間を何人も殺している。いやでもさ、ショーノにヤクザとか殺し屋なんて動かせる？普通の研究員じゃ金もコネもないよね。それを持ってるやつがショーノのそばにいるとしたら、ヤクザを動かせるような人？誰のこと言ってるの？ショーノと羽村の間をつないだのは梶平グループの会長、梶平茂だ。いやそれはちょっと。ん？モグラが殺してる凶霊界はそもそも梶平の手駒ですし、だいたい小野と梶平にだって接点がないです。分かった、確かにそうだな。じゃあ小野と羽村を取り持ったって結局誰のこと？創薬センターのトップ木戸龍介。なるほど、木戸ならセンターの金も動かせるでしょうし、そういえば裏社会とつながっているって話もありましたね。そうですよ、きっと木戸も一味です。いやそれはどうかな。なんだよ。だってほら、例の論文発表の時の記者会見、あの時の木戸の顔を覚えてない？あんな無邪気なドヤ顔してたんだよ。もし人体実験のことがバレれば破滅なのに。木戸ってそんなに肝座ってる人？まあそうは見えねえな。じゃあ木戸が人体実験のことを知らされたのはあの記者会見の後、そういうことならどうです？あ、まず正野は何も知らない木戸をアドデック9の論文の筆頭執筆者にして全ての手柄も譲った。大喜びの木戸はそれをあの場で華々しく発表したんです。でその後実験で人が死んでるとか言われてももう抜けられませんよね。多分そうやって正野は木戸を一味に引き込んだ。木戸の金とコネを通じて羽村やモグラを雇うために。ってことなら結構自然な流れじゃありません？ほうほう、なら正野と木戸の力関係は見た目と逆か。ええ、やっぱりモグラの黒幕は正野ですよ。じゃあその場合よ、
最初に正野が殺し屋使ったのはいつだ？いつからモグラは動いている？半年前に橋木を殺したのはモグラだったと思う。なんでだ？ショーノにとってアドデック9を嗅ぎ回る橋木は目障りだった。でも犯行当時ショーノにはタクシーに乗ってたってアリバイがある。この時ショーノは別の誰かに橋木を始末させたんじゃないか。じゃあ例の黒いレインコートの男がモグラだったってことですか？ああ、腕のいい殺し屋なんてそう何人もいないだろう。確かにな、俺もそう思う。橋木が殺されずにいたらそのうち例の人体実験にも気づいたかもしれない。ええ、そうなったら正野たちは破滅ですから。橋木を始末しようとするには十分な動機です。いろいろ辻褄は合うってわけ。いや、でも言いたいことがあるんだろ？言えよ。今までの話ってさ、あくまで全部仮説でしょ。おまけにこれちょっと八神さんに都合良すぎない？ん？都合良すぎってなんだ？3年前にセンターで患者死なせたのが正野って言うんなら、じゃああの事件で疑われてた大久保は完全に潔白だったってことでしょ？そうだ、判決通り。あいつは本当に無実だったわけだ。でも大久保ってさ、その後恋人殺してるよね。包丁で何度も刺して火までつけた。禁酒してたはずが相当酒臭かったってね。結局あいつ本当は殺人鬼だったじゃない。だからみんな騒いだんでしょ。センターの事件で大久保を無罪にしたのが間違いだったって。やっぱりあれも大久保の仕業だったんじゃないかってね。でも八神さんとしては大久保が判決通り無実だったと信じたい。そして寺沢恵美が死んだのも自分のせいじゃなかったと思いたい。違う？いい加減にしろ杉浦。人の古傷なんだと思ってやがる。僕はもともと自分が感情に振り回されやすいって自覚があってさ、だからフェアでいようっていつも努力してる。なんだと？さっきの八神さんの仮説を進めるならまず大久保の潔白を確かめなきゃ。創薬センターで枠っておじいちゃんは本当に殺してなかったかどうか。そんなもんどうやって確かめんだ？大久保に聞くんだよ。センターでの事件、君は本当に無実だったかって。大久保と直で会えってのか？でも死刑囚と会うには。弁護士なら死刑囚とだって面会できるでしょ。彼は俺を憎んでる。寺沢恵美の件で大久保はずっと無実を訴えてた。でも俺はそれを見捨てたんだよ。もう諦めろってな。それでももう一度大久保って人間を見とくべきじゃないの？八神さんが本気でこの事件を追いかけたいんだ。どうする？星野君。はい。大久保新平と面会する。手配頼めるか？わかりました。拘置所に連絡します。その間に俺はもう一度大久保の裁判資料を見てくるよ。源田先生のところに行ってくる。はい。
かかってこい。八神さん、どうした八神。3年前の裁判資料を見せてもらえますか。創薬センターでの件です。これから大久保新平と面会しますんで。え、なんでだよ急に。わかりました、資料は私が用意します。悪いね沙織さん。どうですか八神さん。ん？あ、ありがとう。そっちのファイルは？寺沢恵美さんの件がまとまってます。こっちも必要かと。いや、それは大久保新平と話すなら見といた方がいいと思います。必要なければ置いといてください。後で片付けます。
寺沢恵美、事件当時26歳。2015年12月2日23時頃、火災後のアパート2階より焼死体となって発見。胸部には生前刺されたとみられる傷が15箇所確認。死因は失血死。気道にすすがないことから煙は吸っておらず、つまり火災前にすでに死亡していたとみられる。警察は被害者の同居人大久保新平を現行犯逮捕。凶器とみられる出刃包丁からは同人の指紋が検出された。また炎上中のアパートから消防隊に救出された際、大久保は酩酊状態にあった。大久保さんは異常者じゃありません。6年前に暴力を振るってからは一滴もお酒を飲んでません。しかし大久保は飲酒した記憶はなく、目が覚めたら火に包まれていたと供述。そして逮捕直後から一貫して無実を主張。八神、どうしてもやんなきゃならねえのか、大久保との面会は。はあ、ええ、そうみたいです。何のために？3年前の創薬センターの事件で、大久保が本当に無実だったか、その真実を確かめるため。そんなことがちょっと面会するだけでわかるのか。さあ、でも彼とはいつかまた会わなきゃって気はしてたんです。大久保新平は確かに俺の弁護で無罪になりました。でも潔白を示す動かぬ証拠を見つけたわけでもなかった。あの無罪は大久保が黒とは言い切れないってだけの判決で、彼の周囲にとってそれは結局灰色の決着だったようです。大久保は職場に復帰もできず、ネットには住所も個人情報も晒されてました。ああ。彼はほとんど外出もできず、夜寝るときは毎晩睡眠薬に頼った。でも俺はそんなこと知らなかったし、興味も持たなかった。そして大久保はある日、ずっとやめていた酒を飲んで恋人に包丁を。お前はそれを自分のせいだと？俺が殺人鬼を無罪にして、そのせいで寺沢恵美は殺された。思い上がったんじゃねえぞ若造。20年前、お前の親父さん八神弁護士の最後の裁判覚えてるよな。ええ、忘れもしません。親父さんが弁護したのは15の女の子を乱暴して死なせたって犯人だった。日本中が死刑で当然だと声を荒げた中で、親父さんは無罪を勝ち取った。その時殺気だったマスコミの取材に八神弁護士はこう答えた。弁護人の務めは真実の解明ではない。検察が人を裁くに足りる証拠を揃えてか、それを見極めるだけだってな。あの状況で毅然とそれを言ってのけた。そりゃすげえ勇気だ。そういう強さを見てお前も弁護士に憧れたんじゃなかったか。きっかけはそうでした。でもあの裁判の後、俺にもいろいろありましたから。ああ。親父が無罪にした被告人はもしかしたらやっぱり黒だったのかも。釈放後すぐ姿をくらました。
すると怒りの矛先はそれを弁護してた親父へ、そして俺の両親は被害者だった少女の父親にめった刺しにされた。それでも親父さんは弁護士として何も悪いことはしちゃいねえ。真実を見つけるのは俺らの義務じゃねえし、大体そんなもん神様でもねえ限り無理なんだよ。お前も大久保を無罪にした時、弁護士がやれる限りの仕事はきっちり果たしてた。俺が保証する。お前も何も悪いことはしちゃいねえ。先生の言ってることは正論です。でももし自分の弁護のせいでその後知ってる女の子が焼き殺されたかもしれないとしたら。何？もし先生が俺の立場でもそれは正論だから悪いことはしてないから仕方ないことだって片付けられますか？いい加減にしろ。お前はいつまで過去を引きずる気がするんだ。生きてる限りですよ。八神だ。星野です。大久保新平と面会できます。七福通り西のタクシー乗り場でいいですか？僕も今から向かいますね。わかった、ありがとう。お気遣いありがとうございました。俺が言いたいことはもう全部言った。どうせ聞きやしねって分かってんだからよ。源田先生。ん？真実を神様だけに預けていたから俺は過去を引きずったままなんです。八神さん、こっちです。いよいよあの大久保に会うんですね。どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。してからはもう法廷に立ってないんだ。弁護士を辞めた。代わりに探偵を始めた。神室町で便利屋もどきの。俺のせいですか？いや。悪い。今日はこんなこと話しに来たわけじゃないんだ。3年前の創薬センター、あの事件、君は本当に無実だったか？ええ。何言ってんです？ふざけないでください。俺は無実です。そのセンターの事件も恵美の事件も俺は何もやってないって。何度もそう言った。あんただって聞いてたろ。
って誰も信じてくれないんだよ。エミちゃんの件では検察に証拠が揃ってた。俺なんかの弁護じゃ無罪にできなかった。できるわけありませんよ。あんただって俺を疑ってたからね。ちゃんと気がついてたよ。俺の無罪を訴えるたんびにさ、あんた何度も吐きそうにしてたじゃない。あの、じゃあ二つの事件、本当にあなたは潔白？ずっとそう言ってきた。源田法律事務所の星野と言います。八神さんと私たちは創薬センターの事件である仮説を立てたんです。それがもう俺には関係ない。でも真犯人が誰だったか聞きたいでしょう。創薬センターの研究員で小野陽二。覚えてます。え、この人が真犯人？でもなんで？今説明するよ。あの事件は新薬の人体実験による事故。それが俺たちの仮説なんだ。小野は実験台にした患者を想定外に死なせてしまい、その死体を慌てて隠さなきゃならなかった。だから俺のトラックに死体を隠した。そう、それ自体は小野の急場しのぎでしかなかったんだと思う。もし君が死体のことを通報してれば話は変わってたはずだ。でも現実にはそうはならなかった。俺が死体を山に埋めたから。君が死体を山に埋めたのは実は小野にとっても幸運でしかなかった。おかげで警察が奴を疑うことはなくなってしまった。くそ、あの時はどうかしてたんです。車の荷台を開けたら急に死体があって。でもそんなの警察が信じてくれるわけないって。俺には前があるし、何言ったって信じてもらえない、そう思ったから。やっぱり本当に君は潔白だったんだな。当たり前でしょ。分かった、ありがとう。八神さん。八神先生、俺はエミのことも殺してないんですよ。そっちの方は何も聞いてくれないんですか？もう確かめようがないんだよ。俺だって君が無実であってほしいって、3年前にやれることは全部やった。ほんの少し焼け残ってた証拠は何度も調べた。今になって新証拠でも見つかるか。じゃあエミを殺した犯人はいつか俺が死ぬのを笑いながら見るわけですね。あの世でエミに合わせる顔ないよ。俺もあんたも。八神さん。ん？僕は源田先生のところに戻りますけど、八神さんはどうします？どうかな。多分テンダーに顔出しに行く。今夜は少し飲みたい気分だからさ。八神さん。大丈夫、
いいからもう行きな。加減にしろよ。またな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。綾部の弁護やるんだって。黒岩、お祝いを言わないとな。法廷に復帰すんだから。法廷に立つわけじゃない。弁護人の調査に協力するだけだ。新谷弁護士はお前の兄弟子だったんだろ。なのにその犯人を弁護するのか。お前、自分が周りとずれてるって気づいてねえだろ。人殺しを無罪にしたりよ、いい迷惑だ。新谷を殺したのは綾部じゃない。凶器は綾部の銃だった。弾の線条痕が一致してる。ああ、犯人はそうやって綾部をはめたんだよ。あんたには何も見えてないのか。ならそっちの方がよっぽどずれてる。好きに言え。誰だあんた。俺に何かよ。まあな。ただの脅しじゃないってわけか。もうお遊びは終わったんだよ。いや、え、俺、八神さん。星野君、来るな。下がってよ。え、そ
そいつなんかちょっとやべえやつかも。そうみたいですね。死ねえや、八神！その件につきましては、くっしゃ、大丈夫ですか、八神さん。ああ、今のやつただの脅しじゃなかったな。え？俺を本気で殺す気だった。羽村の手下ですかね。カイトだ。大久保の面会うまくいったか。それより今殺されかけたよ。多分羽村の手下に。何？カイトさんも気をつけろ。今どこだ？事務所の近くだ。杉浦もいる。そこは離れた方がいいな。ならいいとこがあるぜ。ん？奨励会のアジトだよ。 KJ アートだ。あそこなら羽村も手が出せねえだろう。いや、でも俺らちょっと前に塩屋とやり合った気だし、あいつ絶対怒ってるだろう。大丈夫だって。こっちも梶平会長のお墨付きなんだからよ。先に行ってる。お前もすぐ来いよ。 KJ アートで待ち合わせた。大体聞こえてました。よし、じゃあ行こう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
教令会のアジトなんですよね。そう。やっぱり緊張しちゃうんですけど。俺もだよ。八神さん、そちらのお連れさんは？源田法律事務所の星野です。そうですか。もうカイトさんが先いらしてますわ。あいにく塩屋は不在ですが、村瀬がお相手しますさかい。どうぞ奥へ。八神先生、どうぞ中へ。え？いや、これまでのご無礼をお許しください。八神さんの言うことは何でも聞くようにと、そう梶平会長から。で、肩揉んでくれっつったら本当に揉んでくれてな。村瀬、いいやつだったんだな。俺ら誤解してたよ。調子に乗りすぎだって。今度は塩屋にも肩揉ませてみるか。いやー、そらさすがにやめといた方がええですな。ま、どうぞおかけになってください。なるほど。じゃあ創薬センターの件、やっぱり大久保は白なんだな。彼の反応を見る限りは。もしかしたら恋人を殺した件でも無実じゃないかって僕にはそう見えました。ああ、いや、その話はいいんだ。それはそうと、八神先生、あの人は？やっぱり気になる。突っ込んでもええですよね。悪いけど、あいつはヤクザが怖いっつってね。そっとしといてやって。そうでっか。ほな、まあ。とにかくこれでますます生野が臭くなったってことでしょ。こうなったら直で生野に当たるか。この間の様子じゃアポ取れないと思いますけど、ショーノも木戸も。アポなんて入れないよ。これからセンターのロビーでショーノを張る。出てきたところは当たればいい。張り込みか、めんどくせえな。いや、カイトーさんは留守番だ。あ？カイトーさんじゃ目立ちすぎるだろ、あんなアカデミックなとこ。星野くんはもう源田先生のとこに戻った方がいいしな。はい、でも。オッケー。じゃあセンターには僕が一緒に行くよ。ああ、頼む。行こう、八神。バカでかいな。なんなのここ。あんまりキョロキョロすんなよ。
なるべく目立ちたくない。翔野が出てくるまでここで待つ。でもさ、翔野もう家に帰ってたりしない？ちょっと確かめようよ。下手したら僕ら一晩中待ちぼうけだよ。ごもっとも。行こっか。ちょっと伺いたいんですけど。はい。アドデックナインの翔野さんってもうお帰りですか？いえ、いつも遅くまでいるので多分まだ。お約束ですか？別にそういうんじゃ。こんばんは、八神さん。ん？この間翔野のところにご案内しました橋本です。ああ、そうでしたか。どうも。また翔野に何か？いや、いたよ八神さん。翔野だ。失礼。どこだ？あそこ、階段で話してる。見つけた。もう一人は木戸だな。どうする？なんだ。よし、行こう。いやあ、どうも。八神さんでしたね。神室町の探偵さんだ。あんた。あなたにはもうこのセンターには近づいてほしくないですね。先日弁護士会にも抗議したはずですが。事務次官の方でしたっけ？厚生労働省。一ノ瀬です。先日もここにいらしてましたね。随分頻繁に来られてるようで。ええ、アドデックナインの成功は国家戦略の一つです。特許や法整備などこちらで打ち合わせる内容は多岐にわたりますのでね。守衛に追い出される前にお帰りになっては。やられたね。あのおじさんのせいで翔野は警戒マックスだよ。もうロビーに降りてこないかも。どうする？行こっか。橋本さん、先ほどは失礼しました。いえ、申し訳ないけどさっきの見てました。翔野先生に逃げられちゃいましたね。ええ、少し話したいだけなんですけど。うん、でも本当にお忙しい人ですから。一日中研究研究で、帰宅は3日に1回。なのに毎朝欠かさず入院棟の患者さんたちを回診してて、本当に頭が下がります。朝の回診っていうのは？ええ、翔野先生の日課で毎朝入院棟を見回るんです。もう何年も続けているそうで。ああ、確か3年前もそうでした。
そういう熱心さがすごい新薬を生むんですよね、きっと。すみません、私もそろそろ行かないと。どうぞ。失礼します。ショーナの研究室はセキュリティ的に入り込みづらい。ゴールドのカードキーっていうのがいる。ただ付属病院の方はそうでもないはずだ。時間も明日の会診までたっぷりある。じゃあその朝の会診でショーナを待ち伏せるってこと？ああ、それには夜のうちに忍び込んどけばいい。なるほどね。ならどっから侵入する？案内板を見て考えよう。これはセンター長室、木戸の部屋だ。なんだ。センターの付属病院、確かこの4階フロア。これはこのゲート、だだここを通るには。やっなんだ。開発研究棟、ショーノの研究室が。じゃあ関係者からカードキー奪う？ゴールドのやつ乱暴だな。やっぱり病院から入り込んで朝ショーノを待つ。これが現在地だな。これはセキュリティゲート。付属病院の地下駐車場、搬入口だ。出入りの業者なんかが忍び込むならここだな。地下駐車場から病院に忍び込むわけね。ああ、まずは侵入口の下調べからだ。一旦外に出よう。何か。矢上探偵事務所さん。そうだけど。警備担当の益子と申します。事務次官よりしっかりお見送りするよう言いつかりました。一ノ瀬さん。ねえ、見て分かんなかった？今帰るとこだったじゃん。恐れ入りますが、やはりお送りさせていただきます。見送りだけにしては頭数が多いな。どこに連れてっき？いい加減答えなよ。この辺でいいか。益子さんだっけ。一ノ瀬は俺らをどうしろって。もう二度とここへ来る気が起きないようにしろって。何それ。ここの守衛はそんなの持ってていいのか。ダメに決まってんだろ。趣味だよ趣味。仕事には使えん。今は仕事じゃないってことか。なあ、ただのお遊びだよ。だからたっぷり楽しませてもらおうか、探偵さんよ。Get out!
まだだ。振らなくていいよ。連中のおかげでかえって簡単に潜入できたね。ああ結果的にはな。事務次官のおかげだ。どう、ここは3年前と変わりない？ああ、行こっか。入らないの？中入ったらもうタバコ吸えないだろう。あとは大丈夫だ。ここで夜明けを待つ。ふん。八神さん、ショーノのことはどう攻めるつもり？手持ちの情報を全部ぶつけるだけだ。あとは向こうの出方次第。駆け引きはなし？ああ、時間さえあればじっくりやりたいけどな。でも多分綾部の裁判まで翔野と話せるチャンスはこれっきりだ。かもね。だったら駆け引きや出し惜しみしてる場合じゃない。そっか。じゃあさ、僕も翔野のことでちょっと考えたことがあるんだけど。ん？なんだよ急に。3年前の創薬センターの事件、あの時翔野は大久保に濡れ衣を着せたってことだったよね。ああ。でも八神さんの弁護で大久保は無罪になった。だったらその後警察は別の真犯人を探さなかったの？もちろん探したとは思う。けどあれからすぐ大久保君が次の事件を起こしたろ。だから多分その後は大して捜査してないだろうな。そうだよね。あれで彼の正体は殺人鬼だったと知れた。なら最初の事件で患者をやったのも大久保だったろうってみんながそう思うようになった。でもその状況ってさ、誰かさんにとってはめちゃ好都合な状況だよね。ん？センターで人体実験をしてた真犯人、翔野にとってだよ。何？つまりさ、寺沢恵美を殺してその罪を大久保に着せる、そこまでやる動機があの翔野にはあったんじゃない？じゃあそのために翔野は恵美ちゃんを殺したと？でもそんなことが。お前いつからこのこと考えてた？八神さんが今の大久保の様子話してくれたでしょ。その時からなんとなく。俺は大久保君が恵美ちゃんを殺したんじゃないとずっと信じたかった。でも信じきることができなかった。恵美ちゃんは本当にいい子で、だから彼女を殺した人間を、大久保君を絶対に許せないと思った。なのに
犯人は大久保くんじゃなくて正野だったのか。僕の話は証拠もないし、無責任に推理しただけでケツまで持てないよ。でもこれでますます正野に会いたくなったんじゃない？ああ、こんなに朝が待ち遠しいのは生まれて初めてだ。正野先生、何か？どうやってここに？あんたにどうしても聞きたいことがあってね。私に言えることなんてありませんよ。君たち、悪いけど今日は任せるから。私はこれで。お時間は取らせませんよ。失礼。あなた方はここにいてください。守衛を呼んで。正野！行くよ、八神さん。今ここで正野を抑えなきゃ。てんじゃねえぞ。もしもし、正野です。3分もっと早く来てください。
この病室であんたと話すことになるなんてね。ここだったろ、枠って患者が入ってた部屋。その患者をあんたはアドテック9の実験台にして死なせた。手柄は焦ったか。認知症患者に何したとこでバレやしないと。何を言ってるんです。早くここから出してください。犯罪だよこれは。じゃあ帰るけど本当にいいのか。何が気にならないのかな。俺らがあんたの秘密をどこまで掴んでいるのか。何です、言っている意味が。モグラを動かしてるのはあんただな。はあ、私が何ですって。モグラの窓口は松金組の羽村だ。あいつらの仕事には満足できたか。言いがかりはよしてください。何を根拠にあなた方は。今のはまずいな、庄野さん。は？あんたは日々新薬の研究に忙しいはずだろ。そんな人が神室町の隠語を知ってちゃおかしい。あんたはまずモグラが何かを俺に聞かなきゃ。モグラって何ですか。よくできました。神室町で人の目をえぐる連続殺人鬼、それがモグラだよ。そのモグラが生まれたきっかけは3年前のあの事件だ。あの日あんたはここで寝てた枠さんにアドデック9を試したな。時間は多分深夜だったはずだ。だから死なせた患者をこっそり部屋の外へ運び出せた。枠さんが死んだのはあんたにとっても想定外の事故だったんだろう。とはいえあんたは人目につく前に死体を隠さなきゃならなかった。死体はやっぱりランドリーカートに入れて運んだのかもな。あんたはとにかく死体をどこか遠くへやりたかった。その後シーツの回収に来た大久保新平のトラックが朝8時前に到着。あんたは隙を見てその荷台に死体を紛れ込ませた。ただしこれじゃあいずれ死体を見つけた大久保が警察に通報するだけだ。何の解決にもなってない。すぐに誰がトラックに死体を入れたか犯人探しが始まる。それでも他にどうしようもなかったんじゃないか。多分あんたにとっても悪あがきでしかなかったはずだ。ところが死体を発見した大久保新平は過去に傷害の前科があり、自分が警察に疑われることを恐れた。そして枠さんの死体は山に埋められ後日大久保本人の自供で発見された。大久保君には感謝したろ。あんたが罪を逃れたのは実はほとんど奇跡だよ。そう思わない？さっきから何を言ってるのか。けどそんなあんたに都合の悪い奇跡も起きた。大久保君の無罪判決だ。彼が無実なら真犯人は別にいるってことになる。そのまま放っておけばまたあんたに疑いの目が向くかもしれない。そこであんたは悪魔に魂売ったんだよ。何の話です。とぼけんなよ。俺が何言おうとしてるかあんたに分かってんだろ。あんたは大久保を陥れるためにある人物を今度は計画的に殺意を持って殺した。ある人物、誰のことですか。寺沢恵美、あんたにとっては同僚でもあった大久保新平の恋人。
あんたは彼らのアパートに押し入って、まず寺沢恵美を刺した。資料によればその傷は少なくとも15箇所だ。知りません。大久保君が毎晩睡眠薬に頼っていたことは彼女に聞いてたのかな。あんたの犯行中目を覚ますことはなかった。断酒してた彼が酒臭かったのもあんたの細工だろう。大久保君に酒の静脈注射でもしたか。それでアルコールの血中濃度が上がる。下手すりゃ死ぬとこだから、もしそうなっても別に構わなかったんだろう。大久保君が酒を飲んでたであろう状況さえ演出できれば。そうやって大久保の犯行に見せかけると、あんたはアパートに火をつけた。何を根拠に。そんな、安心しな、まだ証拠はないよ。でもさっきの推理で間違ってない。あんたの目を見ればわかる。なあ、もしかしたらこんな風に考えてないか。アドデックナインが完成すれば多くの人間が救われる。だから自分は正しいことをしてる。正義だってな。人が一番残酷になるのは自分に正義があると思ってる時だ。でもあんたのそれは本当に正義か。何をしてるんだ君たちは。どうも、ちょうど今帰るとこですよ。アドデックナイン、まだうまくいってないみたいですね。人体実験はまだこの先も必要なんですか。大丈夫、正野さんは何も白状してません。でも全部暴き出してやるよ。俺にはその権利があるはずだ。すまん、足が滑っちまったよ。痛かったか。痛かったかってんだよ。俺はやってません。何もやってないのに。てめえに泣く資格なんかねえよ。寺沢恵美が泣いた時何度もあの子を刺したろうが、この鬼畜野郎が。まだ期待は持たせられない状況だけどさ。はい。君は無実だよ。今まで誰も殺してなんかいない。だから俺は恵美ちゃんの仇を討つよ。君もここから出してやる。約束する。もっと早くこの言葉を君に言うべきだった。
なのに俺は3年も本当に長いこと何してたんだ。俺にもう一度チャンスくれるか。もちろんです。こっちこそよろしくお願いします、八神先生。